どうも、りびさん。動画の方送っていただきましてありがとうございます。返信が遅れましたけどもね、すいませんでした。まあ今日はね、すごく楽しい一日になりました。私には1歳になる息子の大和くんっていうのがいるんですけども、まあ、彼と過ごすとね、一日本当にあっという間過ぎちゃうんですよね。まあ全国のお父さんはなかなかお仕事が忙しくって、子供が生まれてもなかなかね、構ってあげられなかったりとか、で、子育て奥さんが主にしてると思いますけども、その奥さんへのケアもなかなかできなくてね、いろいろとご不自由感じてるんじゃないかなと思います。これは私がね、今すごく自由に毎日お金や時間の心配なく子育てや家族というものに向き合っていけるから余計感じるんですよね。私の両親もまだおかげさまで健在でですね、よく両親とも過ごすことがあるんですけども、私も本来ならこんなことできないような人生をこの49歳送っているんだろうなと思うと、さらに一日一日をね、大切にしなければならないなと思いますし、その人生を手に入れるためにもこの体の枝、そしてステーキングをもっともっと多くの方に広めていきたいなと思います。なんか特別なまたね、プログラム、ステーキングプール組んだそうで楽しみですね。また私にできることがあったらお申し出ください。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ちなみに宇宙戦艦ヤマトを私見ながらね、今パソコン作業してるんですよ。いいもんですね。私の作業環境ってのはこうなんですよね。デュアル画面でここにブルーレイプレイヤーがあるんですよ。まあ動画撮るときにはなかなかね、ブルーレイを再生しっぱなしってわけにいかないんですけどもね。はい、では今回は以上です。ありがとうございました。